皆さんこんにちは、ムチョと申します。早くも現1歳の新勝馬たちを見ていくということでですね、まあまだですね21年産現2歳の馬たちもねデビューしてない状況ではありますけれども、まあ特にね40口の補修とかっていうのはね早い時期から始まりますので、この現1歳世代2022年産が初年度の馬たちっていうのを見ていきたいと思います。まあこの年はですね、やっぱりダート色っていうのがかなり強い年にもなってるような気がしますね。単付け上位のルヴァンスレーブ、ゴールドドリーム、ミスターメロディ、ナダル、フォーウィールドライブあたりっていうのは、まあ現役時代ねダートの G1 勝ってる、まあもちろんやっぱ血統的に言ってもダートをね潰し効くんじゃないかっていうことで、まあ人気している状況っていうのは、まあ、確実にあると思いますね。まあただ現役時代の実績的に言うと、まあ例えば今年のブリックサンドモルタルとかレイデオロみたいなダービー馬とか年度代表馬レベルの馬がいるかって言われると、まあちょっと少ないかなっていう感じではまあなってますね。ということでね、対策投手上位の馬たちと見ていきつつ、まあ私のですね今のところで推したい馬、あとはマイナス馬なんかをご紹介していきたいなと思います。今200頭超えのね3頭から見ていきますと、まずはルヴァンスレーブさんと、まあ本馬やサートルナーリアっていうのはもうデビュー前でもですね単位付け量ずっと上がり続けて、3年目となる今年もね、まあ、かなり早い時期にマンクシになっておりましたね。まあ、やっぱりダートの3冠がね大々的に発表される前からあの人気状況でしたから、まあ、やっぱりそれがね発表されたことでよりね、まあ、需要が高まったっていうことは言えると思いますね。もうルヴァンスレーブなんて何もしてないのに体重量倍増してますからね、まあ、関係したのは間違いないかなと。あとはもちろんね出来も良し悪しっていうのも言ってこの時期は関係してくると思うんでね、まあ、今のところは、まあ、問題ない出来っていうことは、まあ、人気状況的には言えるんじゃないかなと思いますね。まあ確かにですね本場の現役時代の最強プリを考えると、まあ、やっぱ初年度150万円っていうのはですね、まあ、かなり安かった印象っていうのもありますね。まあそれこそね300万スタートだったクリス・ベイルともね、まあ、遜色ないぐらいのインパクトはあったかなと。まあもうデビューから連戦連勝で全日本に2歳優勝を勝利して、まあ謎のね伏流ステークスの敗北っていうのはありましたけど、まあそれ以降やっぱりね3歳の頂点にも立ちましたし、まあコバとのね初対戦でもゴールドドリームを抑えて優勝、そしてチャンピオンズカップまでもね3歳ながら勝利したこの早熟性と圧倒的な能力、しかも結構な楽勝でしたからね、まあこの後は本当に世界をね取るような馬になってくれるんじゃないかっていう期待はありましたけれども、まあなかなかねその後は足元が安定せずですね、まあなんとか1年4ヶ月以上の休養明け復活はしたものの、まあ本来能力を発揮することなくですね、まあ引退ということになったと。まあ誰もがね無事だったらやっぱりすごいレベルの馬になったんだろうなっていうのは、まあ人気を見ても感じるところですね。まあ血統的に言ってもシンボリック・リセス×母父ネオ・ユニバースっていうのは、まあ個人的な印象としてはやっぱりザ・ダートの中距離っていう印象があって、まあまさにシンプルにダート参加向きになってくれそう。あとは本番もそのサンデー・サイレンスの4代目の勝馬に当たるっていうことで、まあこれはね今でも貴重な存在ではありますけれども、やっぱりサンデー系暗色のね受け皿になったことで、まあ単独頭数を増やしたっていうところは当然あったと思いますね。まあまさにエッファニーやモーリスと同じくですね、ゴールド・アリュール、バブルガム・フェイオ、アミラーレ、ダイワ・メジャー、スペシャル・ウィーク、アグネス・タキオン、ディープ・インパクト、ステイ・ゴールドと、もうこの馬たちは全てねサンデーの 4×3 を持つということになりますからね。まあダート系勝馬のねこういった繁殖の受け皿としては結構本馬がハスなところもあったんじゃないかなと思いますね。神経的に言っても非常に優秀で、いとこにはあの中和ウィザードもいるということでね、まあ本馬も今年から新勝馬としてもう即満口ぐらいの勢いになっておりますけれども、まあもう本当文句なしのねダート品系っていうところは言えると思いますね。ということで、まあまさにねバリバリダート3冠中距離向きの勝馬として狙い目の一頭、まあ価値を高めているのは分かるところでございます。まあそして同じようなね意味で人気になっているのがゴールドドリーム、こちらレックスのね日高系中心の勝馬っていうことにはなっておりますが、一応ノーザンファームの生産馬ではあるんですよね。まあ先ほどのルヴァンスレーブと違うのは結構泥臭くね本馬走っていたなっていう印象がありますね。もちろんね G1 何勝もしてるような馬ですから実力が確かだったのは間違いないんですけど、まあ7歳引退するまでかなりね中央地方そして海外と走り続けた馬で、まあ年間でのね
中央ダート G1 連勝なんかもありましたけれども、まあ、そこまで連戦連勝という感じではなくてですね、その圧倒的な最強馬かって言われると結構判断の分かれるところではあった印象がありますね。まあ、ただ本馬が特徴的だったのはほとんどね、そのダートの強い馬にありがちな逃げ切りっていうのが一回もないということで、まあ、こう砂をね被っても大丈夫なところだったり、あとはダートながらも瞬発力で勝ち入れる馬だったというのは、まあ、あったと思いますよね。まあ、そこら辺がこう3区に引き継がれてくれれば、まあ、逃げ一辺倒に限らずね、まあ、安定して能力を出してくれる馬がたくさん出てきそう。やっぱ結局逃げ合えるスムーズな競馬ができる馬って一頭しかいないんだよね、レースで。そして血統的に見ていくと、父はサンデー系のねダート主流血統をゴールドルールと、まあ、当然この地に対するね信頼感っていうのもあったと思いますね。特に最近はエスパールシーが勢いに乗ってきていて、まあ、地方のリーディングもね取るくらいの勢いにまで達していると、まあ、正直ねコパノリッキーやスマートファルコンはその期待以上とまではいってない印象もありますけれども、まあ、やっぱり今後のゴールドドリームやクリスオベリルはノーザンファーム関係の馬っていうこともありますからね、そういったバックもつけて、まあ、この系統のヒット候補になる可能性っていうのもあると思います。あとハーチフレンチデピティっていう点もですね、まあ、黒船やマインドやビスケッツ、そしてホッドロッドチャーリーもね入ってきたディピティミニスター系統ということでね、まあ、今の日本の特にダートっていう意味ではなかなかね外しづらい系統っていうことで、この現役時代の印象通り、まあ、ダートの路線で走ってくれるんじゃないかなって思いますね。まあ、ただ本場の場合その先ほども言ったように客室的に言ってね瞬発力で長けたところがあったので、割とそういった意味ではね芝でもこなす3区が出てきそうな気配はありますけどね。配合相手としてはやっぱりね、まあ、先ほどとは違ってサンデーが3代目にあるということで、やっぱり海外商売やあとは4代目に来るビクトアルピサとかね、あとは金カム系なんかも多いような感じですかね。結構アイルハブアナザーとかエンパイアメーカーとかは、まあ、3区としてはそこまで目立ちませんでしたけども、やっぱりハーチとしてねそれこそアメリカのクラシック取った馬たちですから、結構キーポイントになってくるんじゃないかなって個人的には見てますね。血統的に言ってもディストーデッドヒューマーやアンバレドルドの血っていうのはやっぱりねどこかしらで生きてくると思うんですよね。本馬は絶え続ける上がりはしましたけれども、さすがに倍増まではいかず180万円で、今年はまだマンクシにはなってないようですね。そしてここでようやくね、まあ、芝の実績言えばということになりますけれども、サートゥルナーリアさんと、まあ、本馬もですねそのシーザリオ兄弟の活躍が効いているのか、ずっとね絶え続けるアップし続けて、今年は800万円になってますけれどもマンクシと、まあ、これもやっぱりそのエファネイアやリオンディーズ同じように本場が成功するんじゃないかと見た方は多いということですよね。まあ、正直ね本場さんの現役時代の実績的に見るとやっぱ同価格帯の馬に比べると控えめなところっていうのはあると思いますね。 G12 勝ではありますけれども、中山の 2000m2 回っていうのは、まあ、やっぱり東京の実績に比べると評価が落ち着くポイントではあると思いますね。やっぱ本場の場合ダービーと天皇賞で、まあ、相手がね強かったり展開が合わなかったとはいえ、まあ、しっかり負けているっていうところはありますんで、結構中山交渉だったところはあると思いますね。まあ、とはいえねその早熟性と中距離への適性はね、まあ、しっかりと証明して、まあもう血統はねロードカナラの再力後継でシーザリオ品系という、まあ、豪華すぎるもので、まあ、やっぱり相手も選ばない4代目っていうことになりますからね。まあ、もう本当にその現役実績を考えるとノーザンファームの本馬の力の入れようっていうのは凄まじくて、まあ、もちろん先ほどのね馬たちやアドマイアまずシスキンにもつけてはいるものの、まあ、断然この年の一押しはサートゥルナーリアということは言えると思いますね。クルミナル、ハープスターといった G1 馬にもつけておりますし、あとは兄弟が走ってるねやっぱりラルケットとか、まあ、セレクトで高額購入されましたけれども、まあ本当やっぱりここまでっていうのは血統評価した部分が大きかったと思いますね。まあ、ただ個人的には今となってはここら辺の評価もどうなってるのかなって思うところはあって、やっぱり若干ねその父ロードカナロアはもちろんねリーディング級ではあるもののそのタイプ的に言ってね万世短距離傾向なところもあって、やっぱ当時アーモンドアイサートゥルナーリアが連続して出てたからこそこのぐらい評価してたところあったと思うんですけど、やっぱその印象が変わってきてるっていうところはあると思うんですよね。やっぱステルビオがね勝馬入りとかしない可能性もあったっていうのも、やっぱロードカナラ自体をどこまで評価してるのかっていうのはやっぱ難しいところで、もちろんねそこら辺がサンデーのクロスとかシーザリオの力でね相続性が増してくれればいいものの、意外と本馬もですねその実績通りクラシ
しく中長距離タイプにならない可能性っていうのもあるんじゃないかなと思いますね。まあとはいえね、もう生産社会からしてみればもうずっとね評価は上がり続けている一頭でございます。ということでね、まあ200頭トリオとしてはこんな感じなんですけれども、でまあ個人的にね最近ちょっと評価が上がってきてるシュボバっていうのが一頭おりまして、やっぱフィエールマンですね。いやワンチャンス本馬がこの中で最もね芝中長距離サイヤーとしては向いてる可能性もあるんじゃないかなって思うんですよね。最初結構ステイヤーっていう印象あったんですけれども、まあよくよく考えてみると、いや全然使っていれば中距離G1も取れたんじゃないかなっていう手応えはあるんですよね。まあなんといってもですね、あの天皇賞秋の末脚ですよね。あのアーモンドアイにも迫ったような豪脚はちょっとやっぱり見逃せない。あのクロノジェネシスやダノンプレミアムにも先着してるっていうのは、まあしかも東京でっていうのはもう文句なしのねスピードの証明にはなったかなと思っていて、これで単なるステイヤーとは全くもって言えない部分っていうのは確かにあるなって思いましたね。勝ったその長距離G1 3つにしても、やっぱ全て京都開催で瞬発力勝負になっての、まあ、ガチっていうところは明らかにありましたからね。スタミナ勝負になっての決着だったかっていうと長距離とはいえ難しいところがあって、まあ、本当もうちょっとね王道 G1 しっかり使っていったら、いや勝つ可能性あったんじゃないかなって思いますね。まあとはいえね、スムーズにいかなかったのはその体質的な面やね足元的な面が整わなかったからこそということで、まあそういうちょっと弱い面がね3区に引き継がれる可能性はあるものの、まあ知る捨てじゃないですけどもね、その走る能力っていうのはしっかり伝えてくれると思うんでね、いや本当に順調にいけばバリバリね王道路線でやってくる3区出てくるんじゃないかなっていう期待はありますね。徹頭的に言ってもチディーパーはもちろん、ボケもねこうヨーロッパのがっつり結果を出してきた知事で、まあもちろんねダートっていう要素はかなり少ないものの、まあでもやっぱり一発ねホームラン当てるならこういう芝中長距離特化の方がいいっていうところはあるんですよね。もうほとんどね中長距離のヨーロッパの実績目立ちますけれども、でもまあディープインパクトもそこにねやっぱアメリカ系の繁殖とかつけて非常にいいバランスになってキックを出したっていうところがあるんでね、まあやっぱりフィエールマンにも同じようなねイメージでアメリカ系の繁殖を揃えたら、まあほんとスピードもスタミナもですね両立したイエイウマを輩出してくれるんじゃないかと期待しております。そしてこちらもね、まあ車台っていう意味ではそこまで人気になってないなって思ったんですけど、アノマヤマーズもね結構面白いんじゃないかなと思いますけどね。オーバー結構シュボバとしてのタイミングをねがっつり狙ってきた一頭かなって思っていて、結構引退時期っていうのが急だったんですよね。まあこれには結構ダイヤメジャーとしての光景がねやっぱ車台さんも欲しかったんじゃないかなと思っていて、まあ今でこそセルフォスとかね出てきましたけども、やっぱりこの当時っていうのはカレンブラックヒル等も車台入れとかはしてなかったですから、やっぱりあれだけ偉大の地をですね自分のスタリオンでやっていきたいっていう思いはあったんじゃないかなと。また実績的に言ってもね、この早熟性とマイルへのスピードっていうのはもう朝日杯に NHK マイルカップに香港マイルですからね、もうまさに文句がなさすぎる。まあ4歳になってからちょっとね早熟っていうところもあったのか落ち着いた成績になりましたけれども、まあもうねヨーロッパ的な感覚で言ったらもう2歳3歳のマイル G1 これだけ勝ちまくってたらね、もう文句なしの評価だったところはあると思うんですよね。もう5歳からの勝負スタートっていうのはやっぱりね大きな価値を感じてないとできないことだと思いますから、まあ余力もね十分なままでその能力をですねしっかりと引き継がせてくれるんじゃないかなと思っております。で日高系の穴っていう意味で言うと、やっぱミスターメロディーとかフォールドドライブですかね。まあちょっと多くなっちゃいますけど、ミスターメロディーはやっぱりスキャットダディの後継としてね、その血にめちゃめちゃ期待はかかってると思いますよね。まあ特徴としてはやっぱり芝ダート問わないこと、そして早熟性がめちゃめちゃ高くスピード性も高い、まあ、カラバッジョもね来ましたけれども、再生の速い短距離路線とかね、あとはダートで言っても短距離路線もかなり整備されていく気配がありますんでね、あの地方のクストスター競争とか兵庫チャンピオンシップも短距離になりましたしね、そういったところの舞台にはかなり合ってくるんじゃないかなと。でフォービールドドライブはやっぱアメファラ後継としては多分1号で、まあ、同じく芝の短距離で早い時期からぶっ飛ばしていくと思いますね。とはいえダートがね全く潰しが効けないわけではないでしょうし、やっぱアメリカのね芝とはいえ2歳チャンピオンですからね、その早熟性とスピードたるものなかなかのものがあると思いますね。でまあこれもちょっとね追加しちゃうと、やっぱナダルもねいいですよね。明らかにさっきの日本のルヴァンスレーブゴールドドリームには劣る人気になってますけど、ワンチャンスねダート中距離で
本馬が頂点取ってもおかしくないと思いますよね。あのね、車大スタリオンブック見た時の馬体の爆発力、若くなら本馬が一番トップなんですよね。まあ多分アメリカの実績がね、そこまでよくわからないっていうことで人気してないと思うんですけど、まあこの間のね、日本馬の挑戦見ていただければ、彼はね、やっぱりまだまだね、アメリカのクラシック路線で優勝するっていうのは難しいことで、そこでね、早い時期から4連勝の G1 勝ち決めたナダルっていうのはやっぱりね、圧倒的な能力があったと言えると思いますね。まあ本馬も同じクリセス系統で、まあハーチもプルピットということでね、パイロとかの地でもありますし、まあざっと中距離でね、G1 級沸かしてくれると思いますけどね。ということで、まあちょっと硬いかもしれないですけれどもね、そんな感じでしょうか。マイナー勝馬あたりになってくると、やっぱオーバルエースがシルバーステートのダート版みたいなね、3連勝でヒア進出ステークス勝って無敗で引退ですからね、なかなかロマンがありますよ。あとは G1 募集にもいたサングレーザーですね。いや本馬もやっぱシルステパターンの気配がなくはないですよね。やっぱ天皇賞とか安田記念で一定上位があるっていうのはやっぱ紛れのない舞台ですからね、十分な実力の証明になったと思いますし、あとはミッキースワローなんかは、まあ、かなり貴重な一頭で、多分最速のディープ孫の勝馬になると思うんですよね。やっぱり絆ミッキーアイル等がアベレージタイプはフィリサイヤ傾向だったということで、後継がねまだいないところありますけど、当然誉れ星かまさかの一番手としてね後継を作っていると。てかまあ単純に3手直系で4代目になる勝馬っていうのもね、本馬が一番早いんではないでしょうか。まあ今後イクイノックス等がですね、まあ相当重要を集めることになると思いますが、まあ、まずは本馬がねどのぐらいやってくれるのか注目したいと思います。でも10頭以下とかになってくると、アルバートとかストーミーシーとかね、あの超絶ステイヤーが8頭集めてるっていうのはなかなか今の時代すごいことですし、まあほぼミルファーム間違いなしのねストーミーシーも最近の勢いほんとすごいんでね、その繁殖や育成能力で結果を出してきても良さそうですね。あの人気馬エタリオもこの年が初年度ということになっております。ということで皆さんはどの勝馬がね気になりましたでしょうか。まあ私的にはやっぱり上位の馬たちよりね、ちょっと中和のあたりをね出資馬検討とかっていうのをしていくつもりではこの年はいますけどね、そんなに差がないんじゃないかなと個人的には思っております。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。